アイコランです。俺やらやっていきたいなと思います。やっとですねこちらうさまるねゲットすることができました。これはですねミレイの専用武器ということで、もうミレイ自体強いんですけども、このうさまるあったらかなり有利にね進めれるんじゃないかということで、ざっくりレベル上げて育成して今日はこちら使ってですね、そして新しいアーティファクトもね、まあほぼ配布ですよあったので、そちらもちょっと使ってですね攻略の方をね進めていきたいなと思います。さあレベルはですねざっくり上げました。そして使っているアーティファクトなんですけども、これ迷うとこなんですけど、一応ですね祝福の4セット効果と赤目ということでやっています。まあ祝福は普通にレベルが高くてステータス高めなのでつけています。そしてレベル、スキルレベルざっくり上げています。さあそしてまあ同じく風属性ではブレイクが使えるので、まあ こちらのね犬飼いさん、そしてこの右京さんとね、僕の持っている風属性の一応強キャラね使ってやっていきます。さあそしてアーティファクトねざっくり上げておきます。貪欲の2セット効果で使っていきます。まあ、アーティファクトもねだいぶ増えてきて、どれを使えばいいのか非常に迷いどころなんですけども、まあいろいろちょっとね試していこうかなと思っています。さあこの犬飼いさんはね僕はブレイク要因として使っています。ウォーミングアップでもするか。さあそして水しのなんですけども、今はこんな感じのアーティファクト4セット効果、この円柱、まあ、火力が出やすいので使っていますけども、まあこれをね新しいアーティファクトに変えるとどうなのかっていうところがちょっと非常に気になるよね。まあいきなり レベル65の伝説級なので、そこそこステータスは高め、しかも4セット効果でクリティカルダメージ 32% 増加なので、まあ火力は出やすいんじゃないかなと思います。だから使い方が難しいとこだけどね。だから円柱も火力出るんだけど、まあこの新しいアーティファクト絶妙な感じではあるんだけどね。さあ4つセットして4セット効果でいきましょうか。このサングラス強いのかっていうね、若干ちょっとこのネタ入ってるなってのはあるんですけども、でもステータス悪くないよね。さあそしてジャケットとね、さあこれで戦闘力が87,797、クリティカル率 39% ちょっと下がったぞ。まあでもクリティカルダメージはなかなかいい感じじゃないですか。ざっくりプラス10まで上げました。まあレベルっていうかプラス20まで上げちゃってもいいのかなっていう気はします。まあ、ちょっと使ってみた感じだね。さあこんなセッティングでいこうかなと思います。さあ今回新しく追加されたボス、なかなかやりごたえあります。いきなり強いんですよ、軽々が。結構ねギミックがいやらしい、避けにくいんだよね。さあいきなり撃ってくる、これかわします。あれ食らうとね厳しい。この結構動き回って背後に回って攻撃、そしてこの一応ねモーションはね分かりやすい、ゆっくり
なので十分避けれるのかなと思います。ただ避ける範囲がね広いんで、なるべく極限回避で影踏みからの背後攻撃。かわしつつブレイクを狙っていきます。ここで一応水しののこのスキルにブレイクがつくやつを選んでます。あとは犬飼さんね、犬飼さんに殴ってもらうと。で早めにこのブレイクゲージ削ってダメージを与えていきたい。やっぱブレイクゲージやるとねダメージ通らないので、じゃあ避ける。おっと重力加速食らった、あれ痛いんですよね。さあブレイク来ました、こっから行くぜ反撃。さあダウンしているところに叩き込んでいきます。さあ背後に回って避けつつ、なかなかギミックが強力です。そしてなんか変なこの光線、これ避けます。さあそして烈火の歌、さあ必殺技でかわしつつ、つまらない相手だ、つまらない相手だな、消えろ。もしいい感じじゃないですか。まだ時間はあります。火炎の力か、この柱壊します。これで終わりだ。結構硬えな。よっしゃ、そして軽々ガン行きましたね。よっしゃ、さあなんとかね倒すことができました。まだでも第2段階だからね。さあそしてアイベルグやっていきます。見る目があるわね。さあここは光と火属性か。さあこんなパーティーでやっていきましょうか。さあここもですね結構いやらしいギミック打ってきます。このかわしつつ、これ避けにくいんだよね。さあ背後に回って、おっとこれ撃ってくる。ここは影の軍団に身代わりになってもらいます。おっとちょっとギミックが分かりにくい。かわしつつ極限回避で影踏みからの弓矢攻撃。これで終わりだ。ここもねブレイクゲージがあるんだよね。ここは水しののスキルで削っていきます。すぐに終わらせてやる。炎を喰らいしとる。トーテム召喚か。お前をいやらしいんだな。トーテム引っ張られるね、吸い取られるね。極限回避からのよっしゃ、ちょっと終わらせてやる。ご利用していきましょう。先行の位置。よっしゃ、残り35か。ちょっと厳しいか厳しいか。効率的に攻略しないと。ちょっとこれ壊すわ。よっしゃ、避ける。そして影踏みからの反撃。さあここは必殺技で、つまらない相手だ、消えろ。やっぱり新しいアーティファクト火力は出るよね。ここから反撃だ。残り19、いけるかな。
とちょっと時間がないので多少食らっても攻め切りましょうか。さあブレイクからのさあめった打ちで、これまた打ってくる影の軍団に身代わりになってもらって、極限回避の影踏みからのさあご利用していきましたね。さあなんとかね倒すことができました。もうまた新しいアーティファクトレベル65か。